こんにちは、トシです。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画では、eBay のアカウントを、パーソナルから個人ですね、からビジネスに変更するやり方についてお伝えします。でそもそも、ビジネスになんで、ね、変更するのっていうふうに思うと思うんですけど、別にパーソナルでも構わないんですが、よりビジネスにした方がですね、お客さんからの安心感とか、ブランディングとかが上がるので、今後ですね、輸出をメインで頑張っていきたいっていうつもりでですね、ビジネスに本腰を入れていくっていうのであれば、ビジネスアカウントにした方がいいっていう感じですね。それにやることで、自分の会社名だったりとか、会社を持ってなくてもですね、個人事業主、として、その屋号名を入れたりすることができるので、お客さんに安心感をですね、与えることができます。はい。では早速いきたいと思うんですけども、左上のですね、ところですね。ここからアカウントセッティングにします。はい。そしたら、パーソナルインフォメーション。そしたらですね、アカウントタイプっていうのがここにあるんですね。で、今、インディビジュアルってことは個人ですけども、ここのエディットを押します。はい。そうすると、to change your account type of business と、we need the following additional information ってあるんですけども、ビジネスネームですね。ここに会社名だったりとか、屋号とかね、そういったビジネスアカウントの名前をですね、入れてください。そしたら、change to business account をクリックします。はい。これでですね、変更完了ですね。your change have been saved ってことで、出てますね。で、ここにビジネスというふうにもう変わってます。で、このアカウントタイプをビジネスにすると、なんかこうね、お金がかかるんじゃないかとか、毎月なんか請求されるんじゃないかっていうなんか不安が私はあったんですけど、そんなことは全然ないので、安心してください。お金がね、請求されることはないので、今後ビジネスとして輸出をやっていくっていうつもりであれば、無料なので、ビジネスに変えていきましょう。ということで、今回は eBay のアカウントをビジネスにするやり方についてお伝えしました。ありがとうございました。